Nip, nip. ネプネプオスオス。いらっしゃいませ。ポセイド、ハーデス、ヘリオス、ヘルメスと次々にやってるわね。はい。どれ？いらっしゃい。
らっしゃい。もう開いてんじゃん。開いてんじゃん。音ゲー要素だ。
Tia! Tia! キューヌ、オスオス、安いアパートで音ゲーすると隣人から壁パンチ飛んでくるらしい。外してそう。記憶ゲじゃなくてよかったっすね。までしか覚えられないから4つ目出てきたら4つ目は忘れちゃうわ。ファンタジー RPG のラストで新宿で音声させるやつとか何やろう。
じゃん。頭と体が離れましたね。ヘリオスと弓どっちがいいんやろな。しょうね。デイヤ。ガバリの左手前に撃つミサイルが後ろに飛んでいく国もあるしだ。昭和。うん。何？ミサイルは乗り物ではないのに。デイヤ！アミガタ。デイヤ！アミガタです。みんなの英雄がお出ましね。ゼウスの宝刀息子に拍手と声援を。最後の幕が上がるわ。柱を投げて乗るやつ。ひどいありさま。まだ私の夫を殺したいのですか。ゼウスに復讐する気と知ってるだろ。あなたを責めはしません。あなたがアレスを殺めてから彼はあなたの影に怯えてる。恐れなど関係ないぞ、マキアとは。ではそれに乾杯。ヘラ、アンドラという子供を知らぬか。アンドラ、息子のヘファエストスが。なんかモンスターでも酔っ払い役やってましたね、この役者。そう、あなたの思い通りにはさせません。倒しなさい。ほっ！おら！よう、ちょうど。俺は
ない。あられちゃんしか出てこなかった。そうか。ゼウスはいつもお前に目をかけていた。オリエンポスの空気で頭がおかしくなった。ゼウスにお気に入りなどおらん。考えてみよ兄弟。私はアウゲイアスの牛小屋を掃除、お前はアレスを倒すよう選ばれた。連続で格闘 NG くらいだぞ。だからなんだか。ではこれはどうだ。お前は戦いの神となった。だが私はリンゴを探すよう命じられた。やつら曰く工業だ。は何。確かに私もネメアの森のライオンを退治した。だが広く知れ渡ったのはお前の名前だ。勇猛な戦士、英雄となった人殺し、神となった人間。だが今度ばかり、今度こそ私がお前を潰す。13番目の工業と呼ぶがいい。そして私が戦いの神となり、その王座に座る権利を得る。神々と肩を並べたいか。だが彼らの支配はもう神の存在など不要だ。果たしてそれはどうか。嫉妬している。ゼウスの栄光をかけて戦え。まだ甘いわ。パイパイだ。その調子。オラ、ありがとう。NG されてくれた。離せ。地面パンチめんどくせえ。
無限。Thank you.
ネメアのカエシスを手に入れました。その力を使ってこの大地を震わせましょう。最後は自分がひっくり返した台座に挟まれていけばなしか。
もしかして犬蹴り込めと？犬に襲われそう。
と大人子供に見ようじゃなくて草。じゃあの。パンドラか。ママやろう。クレイトス、戻ると思ってた。一体どこにいる。何か聞こえる。近いわ。どうすれば見つけられる。ラビリンス、ラビリンスを探して。あ、助けて、お願い、クレイトス。パンドラ、パンドラ、何があった。どこにいる。我が息子よ、貴様には到底理解できんことに首を突っ込むな。前もか。俺には近づくな、このこやつに。ゼウス、 D.O.O.M. か。ゼウス、落ちたな。どういうことだ。充電するのかな。
しくボイルの彼の前にしたのに。せい！下がって。 JRA の名馬のなんたらも灼熱の太陽だみたいなこと書かれてましたね。ヘリオス、もう戦いの神ではなくなったとしても、とこには歓迎ですよ。おっせせのキューティーヒーで遊んでいる暇などない、アフロディーテ。本物の男性が私の寝室を訪れなくなってから久しいのですよ。まずいですよ。外の橋が崩壊寸前だというのに、あのゼウスが拒むのです。バカな男ダイダロスに、ラビリンス作りではなく橋の修理を命じればよいのに。ああ、そのためにここまで来たというわけ。あそこの橋のからくりを解き明かすためにやってきたの。まったく男どもったら。あそこの橋を直せるのは私の主人だけです。プレステだからしょうがないね。そう、あのちっぽけな男。では、子供だからこの地位理解できない。休んでいかない。デイヤ。グレートス、お休憩。力強い人、見てるだけで楽しいのに当人になったら。チラチラ、せい。チラチラ見てただろう。もしかしたら彼、すっごいわ。アフロディーテ様が羨ましい。この謎 QTE 本末を。その音なんだよ W。 グレイトス、おかわり。まさか私におじけづいたのですか、クレイトス。胸にかけて胸に。グレイトス、キャン。なぜいつもアフロディーテ様だけがお楽しみなのよ。私たちの番は来ないの？他人の歌のシーンを見るぞ。アフロディーテ様が羨ましい。神に祝福されているのですね、クレイトス。まったく男どもは戦いと復讐ばかり。必要なら主人にお話しなさい。そこを行けば会えるでしょう。
手がらしだ。せい！そうはならんやろ。た、うん、たりゃ。持ち歩くクレイトス。戻ってくると思ってたよ。クレートス、答えろ。アフロディーテは戦いの神を征服したのか。そんな質問は己の妻にするがいい。私はラビリンスを求めている。探してるのは成果だけではないのか。ラビリンスに何が。よせ、あの子はダメだ。に近づくんじゃないクレイトス。お前のせいであの子はラビリンスに、そしてわしもここに閉じ込められ、うん、お前に害はしていない、ヘファエストス。いいや、したとも。スパルタ人、あの箱を開けた。せねばならぬことをしたまでだ。何も分かっておらんようだ。対戦の悪は簡単には封じ込められん、うん。わしはあの箱を神よりも偉大なる力を借りて作った。オリンポスの成果だ。あの箱ができてくるにつれ、わしは炎の中が最も安全だと気づいた。錠前もつけた。あと必要なのは鍵。あの箱を開ける手段だった。炎の根源から作られた鍵は、それ自体が命を持つようになった。パンドラは子供だ。生きても死んでもおらん。わしは娘を愛しとる。娘もわしを父親と思ってる。ゼウスが箱を奪いに来た時、わしはあの子を隠した。そして言ったよ、クロノスの背中に置いておけば心配いらないと。誰がタイタン族に勝てる。嘘をついた。子を救うため仕方なかった。わしの気持ちわかるだろ。なのにあんたが箱を使って勝利し、わしの嘘がバレてしまった。ゼウスの拷問を受け、愛するパンドラに関する全てを剥がされた。子を奪われ、わしは一人苦しみもだえた。まだ分からんのか。あの子を連れて行けば。
お前こそわからぬか、カジアよ。ゼウスを滅ぼすためならどんな犠牲もいとわん。だが、もしもあんたが正しい、ゼウスを滅ぼすためなら喜んで手を貸そう。待てよ。そうだ、よし、そうしよう。オンパロスの石がいる。それで武器を作ろう。武器なら持ってる。ああ、それとは違う。新たな武器で、それであんたは確実に復讐を遂げられる。た石はタルタロスの底に落ちている。タリア、持ってくれば武器を作ろう。
娘を助けたいのなら俺の復讐に協力しろ。オーケー？タリア！ティ！セイ！タリア！オラ！わかりました。何でもします。
念パズルかな。ハーピーで稼げる？何？勝負でした。高いところから飛び降りるのダンテといい勝負できそう。
私の他にいる。クロノスか。貴様が殺めたのであろうかのよう、スパルタの戦士、他に考えられん。貴様のせいで私は苦しんでおる。貴様がパンドラの神殿から箱を盗み、ゼウスはすっかり怯えてしまい、私をタルタロスの底に突き落としたのだ。私はアレスを殺すよう神に指示された。アレスを殺したのは己の復讐のためである。だが今度は私が貴様に。ガイアーの目がトンコインでなくなったのか。スパルタ人よ、デイヤ。グレイトスが悪いが楽に死ねると思うなよ。クレイトス。
せい。そこにおったか、クレイトス。その運命は我が手中にある。私が貴様をひねり潰してやろう。
たちに何をしてたした。私を殺す気だったのか。違う違う、落ち着いてくれクレイトス。あんたなら何でもできると思った。本当にオンパロスの石が必要なんだ。見ててくれ。ならば早くしろジジイ。ん？へへ。セバスチャーならこういう武器を作る時は、いや少し待つ甲斐はある。隠しろよ。他のものとは違う見事な武器だ。約束通り。これで復讐を遂げられるぞ。そうだよ。頼む、あの子だけは。
パンドラ、許してくれ。あなたのものです、クレイトス。行く手を阻む者はその電流の威力を思い知るでしょう。セイ！
ゴロウ、実心。Thank you.
ゼウス。お前が生まれた日に。ゼウス以外で残って死んだのはヘラおばさんと誰や。でも聞かなかった。バカな夫、情けをかけて。結局こんなことになってしまうのよ。これを見て。見るがいい。お前のせいで死んでいる。何もかもが皆死んでいっている。太陽も消えた。海は大地を飲み込んだ。残った地には疫病が蔓延してます。生かしておきたいとできる限りのことをしているのに。そう、無関心。でもお前が無慈悲に手当たり次第神を殺したせいでこうなった。オラ、この庭は守られてないと思ってるの。お前の凶暴さはヘラクレスにも勝る。でも知恵を絞らなければここからは出られぬ。お前が年老いてここで死ぬのを見るのがとっても楽しみだわ。タリア！
次元のお尻に。脳波測定器をしまう医者もおるし、また昭和ね。
なるほど。これはいい仕掛け。この愚かな人間が私たちに歯向かうつもり？このまま去ればいいと思ってるの？まだ終わってはいませんよ。なんてことを、なんてことをしたの。臆病者が触れるもの全てを破滅させて。パンドラとかいうあのアバズレとうまくやるがいい。
焼けたかな。水で流れて動きましたね。
を今のスイッチの上に置くのかな。デイヤ、フォル、デイヤ、オラ、フォル、オラ。
このエリア目に悪すぎんよ。マジそれ。オラ。テイヤ。タリア。またハーフィー殿が犠牲になっておられるぞ。オッツオッツ。オラ。デイヤ。